皆さん、こんにちは。インタビュアーの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス。今日は第123回お届けします。石原さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今回も引き続きですね、太鼓の音が聞こえますが。<laughs> はい。皆さんどうぞ。な <laughs> んか慣れてきたね。はい。収録する方も楽しくなってきましたけど、はい。お手柔らかによろしくお願いします。はい。ということで、今日は30代経営者の方からいただいています。はい、あ、嬉しいですね。美コ欄ラン、職場同僚からの紹介。会社内でどんどん、この番組が広まってるという。ううね、はい。嬉しいです。ぜひぜひ広めてください。はい。はい 営業経験なし、経理管理会計畑から機械設備メーカー、過去開発製造販売事業の事業責任者に抜擢されました。なるほど。これまで5年ほど新商品が出ておらず、商品の陳腐化の真っ只中、売上の半分近くを占めていた主要顧客グループの設備投資サイクルも一巡しています。<laughs> 組織化と新商品開発に注力してきたつもりですが、顧客のグローバル化の流れへの対応の遅れと商品開発ブランクが埋められず、競合との差が縮まりません。読み漁った本や。 客訪問データ知識気づきをバックボーンに指示を出し自らも現場を奔走していますが毎日ぼやの火消しをしているような毎日でなかなか成果を出せずにいます、うん、営業開発製造サービスのどこも課題が山積していますこのような場合まず何から手をつけていったらいいんでしょうかなるほど、ね、アドバイスをいただければ幸いですこれ大変ですね,そうですねしかも営業経験なし経理管理会計畑がやっぱあるんですね会社にいるとこういうことがうんじゃあでも仕事ってほら営業経験があれば 営業ができるかとかね。もう違うし、会計とかやってる方が、実際、数字分かるから、いいんじゃないかな。こういう時まず一番、どういうふうにしたらいいと思う客質問ですね。最近、ちょっと、早川さん、成長してるっていう、フェイスブックのなんかいろんな格好意味みでも、早川さん、ファン多いから、はい。この自ら現場を奔走しているっていうところがあるので、まずここをぐっとこらえて、焦るからこそ、奔走をやめて3日間ぐらいでもいいので、考える時間を設けることが大事かなっていうのは、すみません、答えになってないんですけど、最初の。 かなりいいんじゃないの。こんそれできるかもよ。頑張ります。できるけど、<laughs> 結構正解でね。<laughs> はい、こういう時ってまず自分の精神状態を落ち着けた方がいいですよね。うんで、下手に積極的に行かない方がいい。 いろんなものを積極的に考えちゃうとあれもこれもやろうとするんですよね。で積極的っていうのは全部前向きに捉えちゃうからいけないことがいけなく見えなかったやつのよ。やればできると思うから思っちゃいますね。ただこう3つ困難が生まれたらさそれは3つ手つけちゃだめだよねだからやらないことを決めなきゃいけないんでなんで積極的な思考をとりあえずストップさせて今自分が置かれてる環境は は相当悲観的なんで、うん、かなり冷静にっていうさ。そうですね。うん,うん。 そこの精神状態を変えないと、うん、うん、なんだろう、24時間働いて玉砕するな、みたいな感じになりますね。うん、ねえ、あの、昔から石田さんもおっしゃってますね。僕は昔よく言いましたが、興奮して仕事をするなっていう。そうそうそう,そう,そう。まず、あ、そこ大前提ですよね。で、うん、特にさ、これさ一応マネジメントですよね。経営者のとこまで行ってないんですよね。あそうですね、うん。ってことは、それはもう社長に任せればいい,いやその、興奮して、大、うん、騒ぎして、母、うん、してる状態は、社長に任せて。そうで、ん、す <laughs> ね。は <laughs> い、うん。自分の場合は、引き合いよね。冷静に引いて、 <で>はい、何をする、しないっていうのと、これ、基本的に言うとさ、戦争だと撤退戦っていうか、うん、守備の問題ですよね、はいうん、なんで、今、早川君が言ったみたいに、3日間ぐらいちょっと冷静に考えて、どこをやる、はい、どこをやらない、うん、これもこれもで、基本的にはやらないことを増やした方がいいよね、これね、自分がやらないんだよ、社員は動かしておくんだけど、うん、どうせ無理だと思うけど、そこに人を貼り付けるみたいな。うん そういうい感じどうせ無理だと思っても思っても人そこには出さなきゃいけないんだったら出すんだけど一番仕事できない人を出させるだからそこを問題が起きたって言って一番優秀な人をそこに行かせたくなるじゃん、はい、そこであえてまた怒られてもいいからそいつを出すぐらいな覚悟っていうか冷静さ、はいはいうん でどっか絞った方がいいですよね。うん、そういうふうな思考を考えたときに、はい、顧客もいっぱいいるから、あれもこれもとかさ、仕事もあれもこれもやろうと思っちゃうんで、はい、やることを絞ることと、顧客を絞ることですよね。顧客を絞る。要するに売り上げ上げようと思っからいけないんでね、はい、これ、プラマイゼロに持ってくるうん,うん、うん そこ全部やろうとすると、全部失いますよねそうそうだから冷静になって、売り上げプラスでどんどん上げようと思わないで、例えば開発も含めて、プラマイゼロになればいいんだな、うんうん、じゃあ、それするには、どことどことどこを捨てて、どこだ,どこだけ抑えておいたらいいんだなってやったほいい、うん、それはさっきの,その撤退っていう,機能そ,うそうそう、でこれ、時間稼ぐしかないから、はい、死なない状態で時間稼いで、だめ、うん、なものはだめなもので、はい、放置するか、うん、最悪の状態に対応するだけにしとくの。 うん、そこをね、どうしても今までのいろん,んな感情でいっちゃいますけど、うん、そこはね、冷静に。そのお客さん怒ってるけど、長期的に見てどうしようもないんだったら、うん、自分がいっちゃだめですよね、うん、っていうことですよね。うんうん、そんな感じで,す、ね、うでも、そこがもしこれを乗り切れたら、長期的にその顧客もちゃんと絞れて、結果的にはうまくいく、収益も逆に。 くなななるかもしれいでよよねそうんだライバルの調査とかさ、実際何がどういうふうに動いてるのとかさ、多分会社もちょっと興奮しちゃってるから、冷静な状況判断してないと思うんですよ。だから見るべきところを自分が見に行くみたいな感じにして、どこを抑えればいいのかなとか、顧客はどういう思考をしてるのかなみたいな感じですよね。聞聞ききにに行行った方がいいいかもしれなくうん それはどこに、うん、ターゲットを絞って、こういうところがいいんじゃないかなと思ったら、はい、その顧客先に行って、うん、すいませんと、今、実際どういうこと考えてますかって聞いた方が、ねうんはいいと思うね、ん。こういう状態で営業が吸い上げてくる情報っていうのは、大体おかしいはずだから、うん、すいませんと、今日は営業じゃないんですって言って、はい、まあちょっと挨拶なんだけど、うん、今、どういう状況で、どんなこと考えてますかっていう話ですよね。そうすると 基本的にはこの会社って売りに行ってる会社でしょ、はい、売りに行ってる会社の人が売りじゃない会話をすると、うん、 逆に喜んでくれるはずなんですよ。はい、で、立場としてはビジネスのパートナーですよね。はい、だから、いろんな形で物事が変化しているので、うん、その変化していることに対して、うちもね、ちゃんとした商品とか、ちゃんとしたサービス出したいんですよ、と。はい、で、基本的に、まあ、ビジネスのパートナーじゃない、うん。パートナーである御社が、実際どんなことを考えているとか、はい、ね、がどんなところに問題を持っているかとか、うん、あるいはどんな方向に、将来的にはこう、展開したいと思っているのが、はい、例えばこの中で、国内にいるのか、海外に行くのか、うん、海外に行くんだ 何パーセントぐらいいくんですかねっていうの、うん、でそこをよく聞かせてもらったら、はい、うちもいろんな形でサービスを作れると思うんですって。 だから、ここのところでちょっとそういう距離が開いてると思って、わ、はい、が社としても反省してるんで、うん、聞かせてくださいっていうのを、どうなんだろう、10社とかさ、20社した方がいいんじゃないかな。ああ、なるほど、こういう時だからこそ。うん、そうそう。うん、多分この人がこんだけ抜擢されるってことは、会社も相当大変なんですよね、うん。いや、相当ですね、かね思いました。はい、で、前3人ぐらい、もう辞めてるかもしれないとかさ、できませんでしたみたいなこと。そういう事情があるんでしょうね。そう,そうそう、それは多分思惑でやってるはずですね。だから当たってないんですよ。 うんうん、経営者そのものも分かってないはずだから、事実をつかみに行ったほうがいいじゃん,うん、うんで、そういう意味でも冷静になって、ゃ、うん、今日は影響じゃありませんと、うん、ビジネスのパートナーとして、そういう話を聞きに来たんですって言ったときに、多分相当現実とずれてる感じがするね。 うん。これリサーチですね。そういう現状があって、この今のこの形があるってことですよね。そう,そうそうそう。いや、今ちょうどあの、石田さんにこの後お聞きしようと思ったんですけど、うん、この方はまあ仮に冷静になったとしても、きっとその経営者の方が、結構まあいろいろ今までうまくできなかったところがあって、こういう現状があるかなと思ったので、経営者の方がそれこそ興奮して、振り回したらどうするのかって今聞こうと思ったんですけど、逆に言うと今おっしゃったように、いろんなリサーチをきちんとお客さんから取ったものをデータとして持ってれば、上にも冷静に言えますよね。上興奮し そうしたらさ、うん、冷静に興奮したふりすればいい。 冷静に興奮しておいそうそう、興奮したふりしといて、手当てしてますよって言ってしてない。なるほどね。やってますかもうすごい一生興奮したらりしてあげたほうがいいですね。そうそう。気分が一緒じゃない。出ないとなかなか難しいじゃん。だけど、切るとこ切ってあげないとこ無理なんで、そこはやるなって指示しとくんだ。やってる振りするだけでいいぞと。ポイントここだっていうふうな感じにしたほうがよくて。感情的に巻き込まれたらダメなんだよ、そのためにも、その顧客からいろいろ聞いたことのデータとかもきちんとあるといざというに、経営者に出せばいいわけですよね。そうそうそう。まあ、落ち着いたら出す。 上向きになったら出す説得しようとしちゃ駄目ですねこういう時周りを。<あ>そこがポイントですね。 まずは説得しないで。うん、でそうすると、こう、いろんなとこ捨てといて、出口ここって決めて、そこが回転し始めるじゃん。うんはい、回転し始めた時に、社長なんか、社長のアドバイスで、ヒントになって、こんなことしたらこうなってきました、みたいな,な。ちゃんと社長も上げてあげる。そうそういけそうなんで、ちょっと面白いかもしれないから、もうちょっとやりますねって、様子また教えますみ、ね、た、はいな感じにして、ちょっとこう、イントロつけながら、なんか方向が見つかっていくっていうのをやるで <laughs> あ、この辺いつかプレミアムで<え>、<laughs> <う>上司のいなし方じゃないですけど、<laughs> この辺もね、 いおろいろ聞きしだから人って2つのタイプがいて突発的な出来事が起きた時に興奮する人と突発的な出来事が起きた時にぐって冷静になる人といるんですよ。で基本的にはその冷静になることを覚えた方がいいよね。うんはい、火事が起きたり地震が起きたりっていった時にわーってやる人とさてどうするかって考える人とって2つあるでしょ。うんはい、例えばその彼女が 浮気がバレて、すごい怒ったって言った時に、どっちのタイプ、うん、<laughs> これ入れていいのかな <laughs> これはカットしたいところです、そもう経験ないですけど。う,う,うわーとなってはあんまり顔には出さないタイプと言いたいところですかなるほど。はい、その時に、さあどうしようかなってこう冷静に考えるような、はい、まあ、例えば今何で言ったかしたら、日頃からそういう練習するといいんだね。はい、例えば、通勤で、はい、えと何時までに行かなきゃいけないのに、例えば地下鉄止まっちゃいました。 バスがなんか事故で止まってますって言ったときに、大体みんな浮き足出,出すもんね、はい。 その時に、さてどうしようかなって言って、できることを具体的にやっていくような、癖つけるといいんだけどね。ああ、そうですね。普段からトレーニングできそうですね。うん、そ,うそ,うそ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 う。そうすると、一回に人間ってね、用もないのに感情的になって、わーわー言ってる場合が多くて。間、うん、にそれで振り回されてそうですよね。そう,そうそうそう。だから、それはね、抜けちゃうといいんだよね、こっち側が。そういうの僕は教えたりとか。そうか、普段の通勤電車でかなりトレーニングできそうですね。うん、そうそう。あと、その理不尽になんかわーとか言ってるじゃん。うん、はい。 その人、冷静に見れるといいんだよね、こっちもカッとなっちゃうのってよくないし、ねうんうん、例えば飲食店に行って、飲食店がものすごくサービス悪くて、頼んだものが出てこないときに、うん、冷静にさ、ああ、こうでこうでこうでこうだから、これ大変だろうなみたいな客観視ができると、こういうとき、トレーニングです。うん、そうですね一歩引いてね、それがそのさっき頼んだことが出てないじゃないかみたいな人多いでしょ、だめ、うんはい、だね、あれ、仕事できなくて。じゃあ、まずやっぱり一歩引くっていうところですね。こ今回ののの方はまずその送するの のをやめてそ,<う>そしてまあ3日間ぐらいなるだけ時間を作ってやっぱりやることやらないこととか絞り込みそれからこの環境に今自分が入れることって相当面白いと思うてるよね。あ なかなか経験できないですよねなかなかできないね。で、しかも中間にいるから、はい、最終的に責任取んなくてもいいじゃんか。そうか。そういう意味では失うもんないわけですよね。だからもう経験するだけ得だね、この人。うんうんうん、じゃあぜひぜひ、この機会をまあ、はい、ピンチはチャンスと捉えて、はい、チャレンジしていただければと思います。はい、はい。ということで、今日は第123回お届けしてきました。石田さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。